小島祐樹は企業家で現在、グローバル市場で成功する日本企業を1万社作るという目標を掲げ、民間版ジェトロと称される進出支援プラットフォームとなった次期まで島は、海外ビジネス展開における総合相談窓口として、延べ相談件数1万8000件を超える実績を誇っている。この実績をもとに、民間企業のほか 経済産業省中小企業庁や中小企業基盤整備機構などの公的機関や海外政府機関、自治体、金融機関などに向け海外展開アドバイザーとして講演を行うほか日経産業新聞や金融の業界誌でのコラムも連載するなど日本企業の海外ビジネス支援に従事している。さらに日本人のグローバル化を目指して2014年に 低価格で良質な英会話レッスンが誰でも気軽に受けられる60分500円の英会話スクールワンコイングリッシュを設立。首都圏に12校舎を展開し、生徒数7000名を突破。2020年6月には初のオンライン校を開校し、利用者の枠を広げている。早稲田大学小学部卒業。大学時代からこれまで世界約60カ国へ渡航。 卒業後は、テレビ制作会社に勤務した後、ネットベンチャーデジパに転職。サイト売買サービス、サイトストックの事業を立ち上げ、上場企業へ売却した後、同社にて、ベトナムホーチミンでのオフショア開発企業立ち上げに参画。その後、2009年に株式会社リゾーズを設立。マッチングビジネスや海外での経験を活かし、オフショア開発企業の紹介マッチングサービス。 オフショア開発。コムを立ち上げる。2011年に、現在の主力事業となる、海外ビジネス支援プラットフォーム、ジギマデでマや BPO 紹介センターをスタートし、海外支援事業を軸に事業を展開。また、ワンコイングリッシュでは、従来の最大半額以下で行ける格安の、留学サービスや、インターナショナルイベントを実施し、英会話スクールの枠にとどまらず、 グローバル化促進企業として広く事業展開を行っている。さらに、日本人のグローバル化、外国人の日本理解両方の軸から、日本のためにできることを考え、格安で受けられる日本語学校、ジャパンスウィッチを立ち上げた。計算者の代表取締役、一般社団法人国際推進連携協会の理事も務める。 幅広い海外ビジネスの知見と40カ国籍以上の人材マネジメント経験から省庁や海外政府機関、自治体、金融機関などに向け講演を行うほか日経産業新聞や金融業界紙でコラムを執筆。2020年からは経済産業省中小企業庁新しい担い手研究会委員に就任。ありがとうございます。